これもね、徳ちゃんがね、病棟に運ばれる前に私にこれを託したの。店長さんと若菜ちゃんに言ってね。私バービーちゃんを飼うと約束したのに、実は早くに話してしまいました。バービーちゃんの声を聞いているうちに、ここから出してよって言われてることに気づいたんです。ごめんなさい。私、ご存知のように子供はいなかったのね。授かったのに産むことを許されなかったの。私が店長さんを初めてお見かけしたのは、甘い匂いに誘われた週に一度の散歩の日でした。そこにあなたのお顔がありました。その目がとても悲しそうだった。何そんなに苦しんでるのって聞きたくなるような眼差しをされていました。それはかつての私の目です。垣根の外に出られないと覚悟した時の私の目でした。私たちはこの世を見るために、聞くために生まれてきた。だとすれば、何かになれなくても、私たちは、私たちには生きる意味があるのよ。